喋ってる。いや、女装の話を楽しく話していましたよ。テンション上げていきましょうね。行きましょう。自己紹介します。ヒロミです。ヒロミです。ナリメゲです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。君に相談だということでね。何何としか相談の時間だよということでね。ご病気に相談されたことないから。いや、今度ね、僕の友達、いや、あの地元の先輩がね、誕生日なんです。おめでとうございます。そういうの大丈夫なんで。そんなにいい敬えよ先輩。お前一郎も言ってるよ。先輩敬えって僕のやつではないのよ。先輩なんだったらちゃんと敬って。まあまあ、でもその先輩に何をあげるかの相談だって。そのテストじゃなきゃいけない。、ね、牛乳だと思ってる俺のこと。思ってないよ。思ってないよ。お前カルシウム期待してないよ。違うよ違うよ。いや、全然難しいからね。その先輩がね、俺の誕生日にプレゼントくれた人なの。お3月。そう、いやよいくれたんだけど、何をくれたのかって言ったら財布をくれたのよ。財布をもらったらそれなりのものをね、返さないと。財布のお返し何がいいかね。財布はだったら時計とかがいいんじゃない。唐揚げね。あ、言ってない言ってない。発想がデブだよお前。デブはすぐ唐揚げって言うからね。唐揚げ時計時計ウコッケ唐揚げ離れてウッウッウッていう音は言ってないじゃん。時計時計かよお前。耳もデブじゃねえかお前。俺もね、誕生日に財布もらったことあるの、まあ、その時相手彼女だったんだけど、まあ、だ先輩に適切かわかんないけど、まあ、時計がいいんじゃない。お前誕生日いつだっけ。これ8月。おうガストだ。それ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 。月の言い方がおかしいな。3月はいやよい。8月おうおかしいな。和洋折衷がすごいよ。なんでいいよ。なんでいい。言い方もおかしいけど。1月はむつき。2月はきさらき。3月はいやよい。来たね、すごいなおい。4月は4月。なんでなんで。急に業界人になるじゃん。4月。5月はゴン月。ゴン月。4月に引っ張られすぎじゃないそれは。ゴン中山みたいになってるよ。なってないなってないけどね。挨拶行った方がいい。行かなくていいと思うよお前。別にゴン中山がゴン月呼んでるからなんとも思わないと思うし。6月はキングカズ。キングカズみたいになってるよ。サッカー好きだね。ゴン中山だったりキングカズだったり。フランスワールドカップのその話どうでもいいからもう次の月を聞いてくれ。なんて言いたくなってる。もう次の月が一番好きだから。一番好きみたいに言うな。7月は七尾。もう名前になっちゃったの。月感どこに行っちゃったのよ。めっちゃ月七尾ポーズしなくていいよ。求めてフラフラじゃねえから。できなかったら言うなよ。まあ、好きだから月の名前にしても別にその気持ち七尾に届かないからね。おう追い越すなよ。聞いてないよ俺まだ8月を。まあ、知ってるからいいけど、9月はセプテンバー。面白いの出たね。セプテンバー、セプンとセプテンバー、ワイオセッチがすごいよ。10月はどうしたどうしたのスミラー、どうしたそれ。フリーダム自由月ってことかな。早くて11月はゾロメザムーンウォー。もうついてけないよ。ゾロメザムーンウォーか、すごいね。最後12月はハッピーメリークリスマス。クリスマスにしやがって。25日まで待ちきれない人みたいになってるよ。まあ、サンタみたいな格好にもなってるし。なんだよお前、誕生日プレゼントの話をしてるのに俺のこの聞き方。シャラクセー野郎だお前は。シャラクセーどこから来たんだお前は。お前に相談した俺が間違いだった。牛乳に相談するわ。あいつ頭真っ白だよ。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。